今日はマリちゃんの林間学校のパッキングの紹介をしたいと思います。はいはい、じゃあまずこちらのボストンバッグね、はい、から紹介したいと思いますね。はい、マリちゃんはね1泊2日で林間学校に行くのでハイキング用のバックパックとボストンバッグ2つ持っていきます。はい、はい、ではまずこちらアマゾンで買いました。はい、マリちゃんがね選びましたよ。その可愛いベージュ、これねポーチもついてたので買いました。はい、いきます。はい、でマリちゃんのものと分かるようにキーホルダーもつけました。はい、ね、これこんな感じ、M、うん、ここには、うん、ハンカチとティッシュが入ってます。あ、いいね。そう、すぐに取り出せるように。そうだね、もしかしたら高速道路とかで止まるかもしれないしね。そうそうそう。はい、で次が、うん、これジャンバー。あ、はいはい、ハイキングをするからね。そうそう。次が、うん、フェイスタオル2枚。うん、フェイスタオル2枚ね。これ乾く用にね。うん、次がこれシャンプーセットが入ってます。はい、このポーチは無印良品で買いました。すごくいいポーチですね。そうです。はい、じゃあちょっと中身を見せてもらいましょうか。はい、ね、キーホルダーもついてます。そう、これかわいいよね。コンディショナー、コンディショナー、あ、そうだね、あのシャンプーとあのトリートメントだね。そう、トリートメント。これ携帯用を買いました。はいはい、そしてなんとドライヤーがないということでね、タオルしっかりドライして寝るっていう感じですね。はい、であと、うん、化粧水も、うん、あ、そうだね、化粧水。マリちゃん本当に肌カッサカサなので、はい、これ携帯を買いました。はい、そうです。はい、念のため、うん、このミッキーのバッグも入ってます。うん、そうだね、何かの時のためにちょっとね、あの汚れ物とか入れるかもしれないのでミッキーのバッグも入れました。はいはい、これショッピングバッグね。そう、あ、それだけしか入ってない。うん、それ、これは歯磨きとかは、歯磨きとかはこのポーチに入ってる。うん、あ、なるほど、このポーチに。あ、このポーチついてたんですよ、このね、バッグに。すごいおすすめですね。おすすめです。うん、ありがたいよね。そうで、この前にはうん、レジ袋2枚、うん、濡れたタオルと汚れた服とか、うん、うんうん、入れるようにね。そう、なるほどね。そして、うん、この中にはうん、あ、キーホルダーもかわいいね。そう、 M になってる。あ、かわいい。うん、で、この櫛、うん、あ、櫛ね。そうだね、しっかり溶かして、今溶かしてごらん。ドライヤーがないっていうところが肝なんで、しっかりブラッシングして、そうですね、あの次の日絡まないようにしておかないと。マリちゃん髪長いからね。はい、ということでいいブラシを買いました。はいはい、そしてよく入ったね、それ。うん、ギリギリギリ、うん、この歯ブラシセット。ああ、はいはいはい、ああ、懐かしい。うん、この歯ブラシ新しくしてる。うん、あ、これ元々入ってた。うん、でも歯ブラシ新しくした方がいいんじゃない、昔のだったら。うん、そっか。うん、じゃあこれまた歯ブラシ。ちょっとやめて。はい、そして歯磨き粉とあとコップね。コップ、こうやって折りたたむ系なんだよね。うん、ほら便利、かわいいよね。それを持っていきます。はい、もう入ってない。うん、その中は、その中にはもう入ってます。もう入ってないね。はい、次はうん、これカーディガンと靴下。なるほどね、2日目のね服装です。はい、長袖ということでハイキングするんだっけ。うん、うん、ということで2日目は長袖です。はい、バスタオル。うん、バスタオルも買いましたよ。かわいいアリサなのです、はい、ね、かわいい。これを、持っていきます。はい、2日目の服です。はい、2日目の服、さっきカーディガンと靴下お見せしましたが、今度はパンツと、はい、もう一つあの汚れた時用のための靴下と、はい、上の半袖かな。そうです、紫コーデに。後ろを見せて、うん、後ろ見せてごらん。あ、そこにね入ってます。ここに入ってます。うん、紫のね服が入ってます。はい、あとはこれは、うん、パジャマとか関係です。あ、なるほどね、はい、お風呂に行く時の袋だそうです、これが。はい、ね、着替えを持っていきます。はい、着替えですね。はい、ここはあ、ポーチが入ってますね。はい、結構入るさ、ボストンバッグだからよかった。うん、ねえ、ほんとだね。こんな感じですね。はい、こんな感じで、ここにポケットもついてて、こっちもここ、チャック、あ、ここね、この中の、この中にも収納ができます、ジップ開けたら、うん、こっちにも、うん、ほら、こっちにもある。あ、こっちにもあるね。そう、すごいよ、便利。うん、すごくいいです。すごいたくさん、なんか汚れてもいいような色だしね。そうそうそう、うん、あのマリちゃんベージュとかホワイトが好きになったので、はい、ね、自分で選んだんだよね。うん、もう楽しみですね。楽しみですね。ワクワク。さっきね、すごいもう時間かけてやったんだよね、これ。そうそうそう。で、しおりでチェックしながら、持ち物
チェックしながら、ね、はい、やりました。やりました。あとは当日お弁当を持っていくのと水筒とお手拭き、そう、ね、あとそうだ、軍手は軍手ボツボツがないやつって言われたから、またアマゾンで頼んで、はい、明日届きます。はい。そしたら結構こんな感じでね入りますよ。そうそうそう、ほら、このポーチがいいね、やっぱね。ね、ポーチ、うん、いいよ。結構入るね。そう、結構入るよ。ほら、うん、結構収納できました。はい、じゃあ次はこちらのバックパックも紹介していきます。はい、はい、このバックパックはどこで買いましたか？オーストラリアで買いました。はい、これはね、とっても可愛いお店があって、そこのオーストラリアで買いました、うん、こちらは、あ、可愛い。はい、まゆちゃんキーホルダーつけてますね、誰かって分かるようにね。はい、これハリーポッターのね、うん、これがエチケット袋。うん、これ何枚入ってる？これは4枚入ってます。うん、まあ、まりちゃんね、あのバスにとっても酔いやすいの で、 そうです、こういった形で4枚も用意しました。はい、ね、ちょっとあまり酔わないように酔い止めっていうものも持っていくの で、 これです。朝出発する前も舐めていきましょう、はい、そう、この中に入ってますね、酔い止めキャンディータイプ、うん、うん、この前くれたね、うん、それで乗り切ってください、ぜひ、はい、ね、ちょっと吐いちゃうと ね、 そうですね、ちょっと嫌だもんね、うん、そしてで、これが袋かな、うん、スーパーの袋を持ってきてくださいということで言われているので、これを2枚、はい、あ、3枚か、持ってきました、はい、うん、あとここにティッシュ、ね、はい、ティッシュが2パックありますね。2パック、うん、で、うん、この中ですね、うん、中に行きます。こんな感じで可愛いマイメロちゃんね、これを2つ ね、 ね、そしてしおりと、あとこれは何ですか？葉っぱです。あ、レインコートですね。レインコートです。はい、レインコート、実はこれイズちゃんの借りました、はい、ね、130なので全然いけると思います。いけますね。はい、レジャーシート、うん、あ、そうだ、レジャーシートも持っていきますね。クロミちゃんとね、マイメロディちゃんの、うん、これでお弁当食べるんだね。そう、はい、なんかね、キャンプファイヤーもやるみたいでめちゃめちゃ楽しそうですね。歌を歌ったりね。これくらいですね。これぐらいだね。はい。じゃあ、あとは当日お弁当、お手拭き、水筒を持ってくって感じだね。そんな感じ。はい。あ、もう楽しみでワクワクしちゃうよ。ねえ。明日が林間学校だったらよかったな。ねえ、そしてまるちゃん、室長をやるということで、はい、室長会議の時間に遅れないで行ってくださいね。はい。はい。そして、何か言いたいことありますか？私は、うん、初めて友達とお泊まりするの。うんうんうん。だから、私は分かってないかもしれないし、うん、いびきとか書いてあったら、ああ、まりちゃんね、いびき書いてない。あ、書いてない。うん、大丈夫大丈夫、パパだけ、うちはパパだけすごい書くから、あとママか。まりちゃんは全然書いてないよ、いびき、うん、大丈夫です。それ恥ずかしいもんね、うん、あと、なんか寝てる時にいろいろ動いちゃったりしないかな、あー、そっか、っていうこと。あのね、お家ではね、あんまり動いてない、まりちゃん。伊豆ちゃんの方がよく動いてるそうそう、伊豆ちゃんがたまにマリちゃんの上に乗ったりとかしててだからその辺は大丈夫、うん、うん、安心してね、うん、あともう自分の役目も分かってて、うん、時間に間に合わせたり5分前行動とか、うん、あと集まる場所もすぐに分かっとかないといけないから、そうだね、そういうところを覚えとかないと、ね、そう、リーダーシップを発揮してきてください。はい、しっかりね、しおりを頭に叩き込んで、まあ、見ながらね、5分前行動できるといいね。はい、ということでね、もう1泊2日で帰ってくる時のまりちゃんの顔がすごい楽しみ、ママすごい成長してるなって想像できるからさ、うん、校長先生も言ってたもんね。うん、言ってた。うん、ということでまたこれをバックパックに入れて、はい、でお弁当はね、捨てられるように100均で売ってるようなパックタイプのね、そういう、うん、お弁当箱ではなくて容器に、はい、おにぎりとか入れてきてねって言われてるね、うん、パパがお弁当を作ってくれます。はい、おにぎりね、うん、はい、何頼んだ、おにぎりは鮭、うん、たらことかもね、美味しいし、ね、またちょっとパパにリクエストしてあげるといいと思うよ。はい、うん、楽しみね、楽しみだね、うん、ちなみにさ、歌は何を歌うの？燃えろよ燃えろ、うん、陶器山に日は落ちて、うん、スターマイン、うん、今日の日はさようなら。へえ、それを歌うんだね、みんなで。そう、キャンプファイヤーってさ、うん、みんなとダンスするの？そう、ダンスする。おお、誕生月の歌、うん、あとはジェンか、うん、ジンギスカン、うんうんうん、楽しみ。
あ、を踊るんだね。そう、踊る。なんか好きな人がいたら好きな人とも踊れるから楽しみだね。うん、ちょっと恥ずかしいね。前回はね、うん、あのじゃんけん列車、うん、ずっとジャンプ、こうやってジャンプずっとしてるから、うん、ジンギスカンも、うん、誕生月の歌はだからすっごい疲れそう。あー、そっかそっか。そうそうそう。で、夜10時に寝るんだよね、就寝。そう、意外とね、遅くまで起きてられるね。そうね、ただ次の日は早いんだっけ、うん、6時に起きる。6時だって早すぎるよ。大丈夫、うん、目覚まし時計ってかけていいの、うん、あ、ダメか、うん、で、先生が起こしてくれるのかな。いや、多分もう自分たちで起きるの。自分たちで起きるか、もう早く友達が起きたらその子に起こしてもらうとか。あ、そうだね。そういうことしないと。体作っとかないとね。うん、結構早く。来週に月曜日ぐらいから体作っとかないと、うん、6時に起きる練習めちゃめちゃ眠いと思うよ。めちゃめちゃ眠いよね、きっと。うん、今日からもう早く寝た方がいいんじゃない、ね、体慣らしておくためにさ。絶対そうすればいいと思う。うん、ちょっとね、心配なんですよ、朝起きれるか。まあ、まりちゃんは物音ですぐ起きるタイプだから、うん、大丈夫だとは思うけどね。でも眠い時は10時くらいまで寝てる。寝てるもんね。そうだよね、前日遅かったりするとね。そうそうそう、結構遅くまでね、うん、寝ちゃいますね。あ、ちょっと無理やりね、やると壊れてしまうのでね、はい、なんかちょっと整えながら入れましょう。開けっぱなしでもいいよ。で、最後に整える時に入れるでも。はい、閉まれそう？大丈夫ね。じゃあちょっと持ってごらん。まずバックパック背負ってごらん、ま、練習練習。この中に水筒とかお弁当が入ってるイメージね。うん、で、帽子がヘルメット。うん、帽子がヘルメット。帽子がヘルメットということで。そしてで、これを、うん、そうだね、ショルダーにした方がいいね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、いいね、結構いけるかも。あ、いける？いける、結構重くない、そんなに。大丈夫？うん、そんなに重くないよちっちゃい、まりちゃんなるほど、そんな感じで行ってくる感じね。はい。あ、いいじゃん、重くない？うん、バックパックの方がめっちゃ軽いよ。あ、そうそう、これから重くなるからね。うん、ということで、このバックパックでハイキング行くんだよね、確か。そう、長袖着てね。ね、ということで、頑張ってきてください。はい、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。